おはようございます。います開いた口が塞がらなかったっすね、本当に、今日は。<laughs> 朝からね、<laughs> もうびっくりした。ちょっと、なんか、24億5000万、不正送金。なんかこう、まあ、あの額だけじゃないだろうなとか、ごまかしはあるもんなと思ってたんですけど、ちょっと、想像より大きかったっすね。 三倍でしょ三倍以上でしょなあの最初の七億六千万とか何だったんですかねっていうか、やっぱり改めて、大谷翔平、全く金に無頓着なんだなっていうことが、あのー、わかりましたよね。うん。それだけの大金動いてたらやっぱ、ねえ、さすがに気づくはずだけど、やっぱりそういうのを見てない、 ですよね。多分。どれだけお金があるとかっていうのがあんまり興味がないというかで。そこにつけ込んで、やっぱりちょっと額がもう完全な犯罪というか、ちょっともう取り返しのつかない状況になってしまった一平さんがいるっていうね。いや、まあこの前とかなんかまあしておくで、ねまあ、ギャンブルの怖さ、まあギャンブルはここまでさせるかってあれですけども、二十何億ってもうちょっとなんていうんですかね、もう本当に もう悪魔になってますよね、本当あの、僕を、あの、昔、昔というか、毎年一年に一回、こう、海外に投手会とか、ピッチャーの会とか、まあ、家族旅行とか、で、海外行く時に、一年に一回だけカジノをやってたんですよ。で、カジノとかって、例えばギャンブルも全般的にそうなんですけど、あのー、現金を例えばカジノとチップに変えたり、 するともう、なんかこれお金じゃなくなるんですもう、感覚がおかしくなって、で、ましては一平さんのギャンブルなんていうのは、目に見えるお金が動いてないともなんか、額も額ですし、ちょっとこの金銭感覚もなくなっちゃってんのかなっていう、そういう怖さはあるし、で、額がちょっとでかすぎて、もう取り返さなきゃ取り返さなきゃの売買ゲームみたいな、 だってまあ、一応報道だと2年でですからねやばいっすよねやばいっすね <laughs> なんかこう考えるともうストレスとかそういう問題じゃないじゃないですかうん、うん、ストレスでそれを始めたとかって言うんじゃなくていや例えばじゃあカジノのディーラーの試験を受けてたとかねもともともしかしたらギャンブル気質があったのかなとかねちょっとそういう風にも考えてしまうぐらいちょっとあれだけ いい人間だと思ってた人間が、もう全くこう、人間性がね、<ー>もう疑われるというか、もう、ダメな人間だったってことじゃないですか。なんか、多分腹立たしいなと思ってる人、別に僕らのお金が抜かれたわけではないから、あれですけれども、なんていうんですかね、大谷さんのこと、なんみんな大好き、大谷翔平さんをここまで騙してとか、あと、僕らもなんか、ちょっと別に気持ち好きだったじゃないですか、水田原さんのこと。なんかね、はい、なんか好きな感じがあったのが。 いつ裏でこんなことやっててとかちょっと言葉に出ないぐらいねうんもうだってこれ本当にやっぱ人他人、まあ、身内ですらですけどまあ本当に信用ってできないんだなとかも思っちゃうようなです思っちゃう感じもあるしなんかほんとそうですねやっぱりあれだけの名コンビというかもう家族ぐるみぐらいだったと僕は思ってて、うん、本当に何でも知ってる仲だと思ってたから って考えると、なおさら、こ、怖い怖さが、やっぱちょっと出るかなって。どこまで、ね、もう、こう、人を信用できなくなってしまうとか、人間不信になりそうな感じになるし。いや、これでプレイに影響出てなかったら、すごいですけどね、大谷さん。いや、今、頑張って打ってますもんね。すごすぎませんかすごい。だから、<っ>そこの割り切り方が、やっぱり、あの、プロフェッショナルというか、 いや、絶対にやっぱこう、心のモヤモヤってあったはずだし、で、そこをまた奥さんにカバーしてもらいながら、癒してもらいながら、で、自分はもうとにかく野球に集中すると。で、まあ先ほどもちょっと言ったけど、やっぱお金にあんま興味なくて、お金に関心がないんですよ、まず。何に関心あるかって,ってもう、とにかく野球で練習なんですよ、彼は。だからそこにこう、没頭できるっていう,こう強みはあるのかなって。 ちょっと思ったりしてますけど、だからそこを、まあ、プライベートと仕事を一緒にしないというか、そこの割り切り方というのは、すごくうまくできてるのかなって。まあ、多少なりとはあると思うけど。まあ、僕はね、元マネージャーなので、その、タレン,、うん、ントと、とてもできないじゃないですか。日々そんな生活してて、裏で、こんなくすねてて、俺、生活ができないですもん。もう、普通っていう、普通の神経じゃ、ね、 あのそのギャンブル依存症どうこうじゃなく、よくそれで一緒に過ごせたりとか、で、球場行ってとか、去年とかエンゼルスだったら、株と、はい,はい。カラさんもなんかこうやって、パフ,なんかパフォーマンスやったじゃないですか、マネージャーですら。はい。どういう神経で。だから、まあ、正直、その、なんでしょう、ギャンブルが交差したって言ったりしてましたけど、元からないと無理っす。うん、ちょっと。で、やっぱその、多分一1回目って。 最初にその手をつけたときって多分、後ろめたさもあったと思うけど、で、それをやってしまったことによって、まあ、大谷翔平さんが気づかない。あ,あまだいける、まだいける。で、それでまた今度、ギャンブルで雪だるま資金、借金が増えて、っていう、だから、大谷翔平と一緒にいる時間が長いから、はい、あの、彼が、 お金に無頓着っていうのも多分分かってたはずだし、で、そこをうまいこと口車乗せて、あ、俺ちょっと管理するようになって言ったら、多分、ああ、分かったって、お願いしますみたいな感じの、やっぱ翔平も人を信じるタイプだし、で、そこでこう、うまいこと、こう、やりくりできたのが一平通訳なのかなって思ったりしますね。まさに2年間で1万9000回かけてるんですよ。いや 1>, <laughs> 1日、一日30回ぐらいかけてるのか、1日ずーっとかけてる、ずーっとかけてるんですよ。もう、寝てない日もあるぐらいじゃん <laughs> それって。海外のサッカーとかでね、時差とかのあれで、もちろん負けた額が280億だから、あれですけど、勝った額が一応220億あって、220億円分は喜びを感じたんですもんね、それでやめれなくなってるんですもんね。 220億買ったんですか <laughs> <億>すごいですね。あの、60億負けてるんですけど、220億は勝ってます。もうそこまでいったら絶対勝てないですよね。絶対勝てないようにできてる。ギャンブルってやっぱ勝てないようにできてるから、もうなんか、その1億勝ってると言っても、もうなんか、多分千1000円ぐらいの感覚になってるんじゃないですか。海外のカジノとかでその合法のところですけど、バカラとかで急に負け出すタイミングがあるじゃないですか。急に全部なくなっていくうん、うん、タイミング。うん。 ぞっとするタイミングは、あれあれなんかこれはめられ始めて、あ、もう負けるようになってるみたいなのか。いや、だってカジノだって、例えばじゃあ、1回に1万円かけます、取られた、じゃあ、あの、バイバイゲームになっていわけじゃないですか。取り返そうと思ったら。で、そうやってどんどん膨らんでいくもんなんで。井川さん、大王選手の井川さんで100何億でしたからね。あ<ー>半分、<laughs> 大王選手の半分ぐらいに。 あの人も相当やばかったですね。本当病気でしたよね。病気ですけど、うん、先歩譲って、まだ井川さんの方が、まあ、一族経営というか、まあまあね、まあ、上々しけどですも会社の、会社の、あれはよく。あれだけど、一平さんはより横領する資格ですもんね、いや、そうですね。まあ、最初は自分の金からにしても、絶対人の、 お金に手をつけるようなことしたら絶対ダメだと思います。やっぱ自分の身の丈に合った書き方っていうのを絶対しなきゃいけないと思うんすなんかえ、どうなんですかね。こうやって自分が悪いことしてる自覚があって、韓国行くときに奥さんまで写真出たじゃないですか。うん。よくやれるなって。うん。もう、でも。あれで奥さん出してるってことは自分が捕まることなんてないと思ってるってことなんですかね。そういうことでしょうね。 まあ、世間体は非常にあの、そのタイミングでは全然良かったわけだし。で、うん、その自分を、あの、裏の自分を隠し通せると思ってたからこそ、公に、まあ、公になる、だから、なるぐらい有名になってたってことですから。信じられないんだよな、本当に、その神経っていうか、奥さんだって、まあまあ、いつか、奥さんはね、一回ぐらいだから、あれですけど、忘れられるかもしれないですけど、でも、 今、知り合いたちにはそういう目で見られちゃうわけですよ、家族まで。いや、本当に奥さんがかわいそうですよね。奥さんを裏切って、奥さんも白い目で見られるっていうのを考えると、うん、本当にいろんな人を裏切ったなって。まあ、今日も一日ね、テレビも、多分もうこのニュースになるだろうなと思うんですけど、いや、皆さん、なんか前の時とはちょっと全然前の時とか、だって究極なんか、なんていうんですか、 水原さんだけじゃないんじゃないかぐらいのことを言ってる人もいたわけじゃないですか、うんうん、前の学だったら。ただ、22何億ってなった瞬間に、もう,もうソラモン、もう、それもう、もう、もう、もうって分かっててっていうか、なんか。まあ、でもそれで結果的に、だから大谷選手、大谷翔平さんの、ね、潔白が完全に証明されたってことなんで、もう、嘘に嘘を重ねてたっていう、一平通訳が、はい、っていうことが、もう公になったので、まあ、それはそれで、まあ、大谷翔平に。 にすれば、すごく、まあ、野球にまた集中できるかなっていうのは思いますけどね。これでプレーを、一流のプレーができるのは、いや、本当すごいと思いますよ。大谷さんの努力とかも見てて、それができるから、いや、やい本当本当すいません、なんか急にあ今日、今日すごい、なんか素敵なお召し物を。<laughs> 今からちょっと番組の収録がありまして、北海道、北海道,北海道の、はい。 今、楽屋からお届けしてます。<あ>はい、なんかソファーが違うなと思ったんですが、ちょっと、近々、はい、に金村さんにも、ちょっとあのー、我がドラゴンズのお話も伺わなきゃいけないなと思ってますであ。もう、まあ、バッチリ見ておきます。<laughs> 強すぎるから、<laughs> 羨ましい <laughs> こんな感じ。しかもなんか振りがおかしいじゃないですか。開幕で <laughs>、一生もしないで開幕3年戦で、勝てる試合を落として、なんだよってなってて、これなんで、ちょっと本当に。いや、もう本当何があるか分かんないですね。もう本当に。<laughs> 誤算が多いんじゃないですか他のチーム見ても、やっぱり。うんあれ。あれ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 ってなってるチームが多いはず。だからそういう時にバーってこう、今ね、ドラゴンズがすごい投打噛み合ってるから、そう,ですそういう時にやっぱ、そういう時に貯金作っとかなきゃだめ。貯金4。日本4ありますんで、今。久しぶりに。<laughs> 久しぶりに。あれだいぶ久しぶりじゃないですか。あ,あと、郡司さんホームラン打ちましたね。軍司いいです。もう多分、<あ>で、野村選手が抹消になったんで、 もうしばらくサード軍事でいくと思います。サードちょっとずつ慣れてきてるんですかねいや、<然>申し訳ないですけど、去年、昨日も、あの、7回3点で、ね、あの、負けてしまったんですけど、その先頭バッター、ボテボテのサードゴロ、はい、やっぱアウトできなかったです。普通のサードだったらアウトできてました。だそうやって見ちゃうと、やっぱり守備は目をつぶらなきゃいけない部分はあると。3割打ったら許されますか そ,そうですね。まあ、しっかり正面、この辺の打球だけ取ってくれれば、もう目をつぶると思います。はい。はい、また、近々にちょっと、緊急、出させてください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。